行動を開始しよう。ウォーミングアップの時間だね。行こう。決戦の時だ。Yeah.
きました。班長、次の行動座標を送ってください。ローニャ、行動中。班長、次の行動座標を送ってください。Yeah!
力が存在するとは。崩壊中のみならず、機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、いつしの意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中で、その罪を悔い改めるといい。時間の流れもわからないまま、憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。自分を。でも、もし僕が本当に。案ずるな、飛玉丸。わらわは汝を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、さくらね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。さくらね、この力を桜姉の役に立ててくれ。おかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から何時であると分かっていたぞ。じゃが、飛玉丸から何時であっても善良な一面があると分かったのでな。飛玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ、八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。殴れ
玉丸。桜ね、ごめん。さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔、たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃ、もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは、消息が知れぬカレンだけじゃ。
士がついてる方も安心だね。私の火はまだ消えない。マントが長くなったからちょっと慣れないや。
ントが長くなったからちょっと慣れないや。行動を開始しよう。行動中。